けんちゃんです。ゆうちゃんです。僕たちの遊び場、イエイ、はい、しゃ、どん、え、どん、いやいや、今回もコメント読みをしたいと思います。一回ね、あ、はい、あゆみさん、けんすけくんのダサい引き出し、笑、最高です。たくさんアイデアを出せるのすごい、ダサいけどめちゃくちゃ笑いました。よく自分で読めたちょっと迷ったけど、いや、ただやっぱそのほら、たくさんアイディア出せるのすごいって、その僕いっぱい出してるじゃん。なんか2人っていつもさ9割おもんないけど1割当たるってやつやろ。いやでもその出すこと大丈夫だから、どうにかしたい。いや、いや難しいな。じゃあもう頑張って突っ込むわ。うるさいよ、なんか読んで。もううるさいから全速力。国沢さん、国沢さんね。ゆうたろくん、この番組で初めて知ったけど可愛い。キャラも良すぎる。仲良しの3人見てて微笑ましいです。あ、これ一番やっちゃいけない。これやっぱ可愛いんですよね。やってるやつ、伝わっちゃうんですよね。やっぱ素なんですよ。おい、ヘラヘラすんなよお前ヘラヘラしとるやんけ。これ一番結構重要じゃない、うん、9時のカレンさん、うん、続編決定おめでとうございます。います毎回楽しみにしていたので、うん、また見られて嬉しいです。お、ありがとう。自分の将来の夢が 2.5 次元俳優なので、応援メッセージなどをいただきたいです。でも 2.5 次元舞台がもう夢ってすごいよね。もうそういう時代になっちゃったよね。もともと好きで自分もやりたいってなってますよね、うん、どう、なんかアドバイスありますか。最先端として2.5 次元舞台の最先端の憧れ 2.5 次元入るやろ。キャラクターは割れてるのに、キャラクターは割れてるのに、まあ、すぐ一緒にやってるキャラクターがあるんですけど、うんうん、絶対もうマフラーでこうやって、おい、やめろよ、マフラーですぐ、おい、どの写真もすぐ分かる人には。お前、親の必殺技やめろや絶妙なの、そのかかってるかかかってないかかかってるみたいな。でもなんかアドバイスとかないの、なんかそのまあ辛いこととか楽しいこともあるけど、 2.5 次元とか関係なく舞台楽しいよね。1ヶ月間さ、あの名城とかやったらさ、すぐね終わっちゃったり、そうだ、一緒にいる時間がね少ないけど、舞台はずっといる、1ヶ月ぐらい大体ね、いるから、すごい仲良くなるよね、うん、作り上げていくっていう楽しさを感じれるんじゃないかなと。 2.5 次元関わらず、はい、関わらず逆にね、そのなんか現実的にしんどかったものとかありますか。逆に僕はなんかこういうキャラだからかもしれないけど、あんまりご飯に誘われなかったかもしれない。いや、嘘つけよ、嘘つけよ、こいついろんな人とこうっ、ね、な紐つなげてずっとな、みんなお金に見てんやろお前。いや、違いますよ、かけて俺のカリちゃんのこと紐おばさゆって呼んでるの知ってんやろ。いやいやいや、そんなことないですけど。でも、いけても演出の方にめちゃくちゃ怒られたとかさ、はい、あ、でも僕は結構気使われちゃうタイプ。そう、ゆとり世代だから、多分言ったらうんみたいになっちゃうから、すごい逆に気使われちゃう。そこがすごい難しい。もっと言ってほしいのに、距離感がすごい難しい時はありました。でもいいも悪いもあるけどね、うん、悪いもあるよ、悪い俺あるよ。何？それも人数多くなるわけよ舞台って。まあまあまあそうだ、俺も最初入った時も20歳とか、まあ、そういう下の方やし、うん、まあ覚えてもらえる。あーね、ある時から徐々に後輩が増えてくるってことは、先輩がやってきたことを自分もやらんとあかんわけよね。そしたらもうこういうわけわからん、もうなんやろ、金づると思われてるような後輩からずっとイエイイエイ褒めてんちゃうぞお前らも時期来るからな。まあそんな感じで、カレンさんにはいいも悪いもないと思うので、はい、頑張っていただきたいと思います。頑張ってください。さて、次回の僕たちの遊び場はロケです。ロケです。ロケ外です。何するんです。何するか知りたい、うん、人を指さすな、お前。知りたい。えぇ、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。今回はミノルさんからリクエストがあったセリフで締めましょうということで、はいはい、じゃんけん勝った人がそのセリフを言う。はい、はい、最初はグッ、じゃんけんぽい、イエーイ。本気のやつな、これな。君も一緒に平成の駆け足作ろうぜ。じゃあな。きついて。